あっという間にね1ヶ月経っちゃいました。もう風船情報局お待ち、ね、お待たせの皆さんごめんなさいね。なんだかんだ言ってちょっと忙しくしておりまして、ちょっと1ヶ月経った今になってしまいましたということで、今日はなんで忙しくしてたかというと、2月29日にあります、ボランティア市民活動見本市の準備をね私もしてたんですけれども、そちらの方の特集で今日はお送りしたいと思います。それでですね、今日のゲスト2名をお迎えしてるんですが、ちょっと1名ずつのご紹介とさせていただきたいと思います。はい、まず1人目はですね、わらび NPO 法人わらび市民ネットわらびネットワークステーションに勤務しております新妻智子さんです。イエーイ、どうぞお越しください。はい、座って座って、イエーイ。ということで、もうすごい私頼み込んで来てもらいました。すごい嫌だ嫌だ、あんた喋ればいいじゃんとかって、ね、すごい言われたんですけど、もう私一人で喋ったって何にも面白くないですからね。やっぱ話し合いって言って始まることですから、こうやってね、二人でやり取りしながら皆さんに見本市の見どころをですね、見せていきたいと思います。で、知る人ぞ知る新妻智子さんご紹介させていただきます と、錦町の方でプレーパークですね、外遊びを考える会、ドロンコの王様だったり、夕方からの居場所づくりポッカポカで、子ども食堂ですね、みんなの居場所づくりをしたりとかして、かなりな有名人でございますね。知ってるでしょ、イエーイ、はい、手振ってという感じで楽しい感じでやっていきたいと思います。さあ今回でね、はい、4回目となる見本市ですが、まず今回の見どころを、はい、お願いします。見どころですか。はい、皆さんお手元にこういうの届いてますか。こっちも2月の広報で入ってたと思うんですけど、ちゃんと見ました。大事、見どころはですね、はい、今回、4回目なんですけれども、うん、団体数が、60団体くらいぐらいなの、ね、ぐらいざっくりで、なんですけれど、例えばゆるキャラが5体、全然団体と関係ないんだけどゆるキャラがいたりとか、美味しい模擬店が、一般の、ね、うん、お店の方が出てもらったりとかね、あとはね、就労に関する、うん、支援のブースがあったりとか、今までは、アクティブシニアっていう、うん、どちらかっていうと、まあ、高齢者向け50代より、うん、50代以上高齢者以上怒るわ、失礼割とね、上の方は地域デビューをしていただこうということでね、うん、上の方の方をね目指してたんですけど、今回がその枠を取りました。そう、うん、なので、0歳の赤ちゃんからですね、うん、そうそうね、ね、おじいちゃんおばあちゃんまで、うん、もう皆さん来ていただけるようなイベントに変わりましたので、ぜひぜひいらしてください。そうなんです、実はですね、去年まで3年間ね、ちょっと助成金をいただいていて、ね、大きな講演をしてくださる方、第1回目が清水邦明さん、はい、で2回目が阿部静江さん、で3回目が、太平さん、太平師匠に来ていただきまして、はい、今回は誰もいないという、うん、だけど私たちがいますよ、だって誰も来ない寂しいな、ぜひ来てください ね、会いに来て、本当にでもね、有名な講演の方がいなくても楽しく皆さんに来ていただけるようにいろいろ考えてますのでね、そこら辺は、ぜひぜひ来ていただきたいなと思いますが、まずそのじゃあ特別パネル展っていうのが、はい、まずその2月の29日の前にあるんですね。そちらの方の紹介をお願いします。はい、中央公民館の中ロビーで2月の24日から3月7日に特別パネル展っていうのを、先行で行います。見本市の前にも会場にね、中ロビーでパネル展示をしている団体も、うん、まあ、一部ではあるんですけれども、そこに団体の方もいたりしますので、見本市ではじゃあどういうことやるのっていう質問だったりとか、うん、実際もう体験会っていうのが始まってるんですけれども、体験会参加したいなっていうお話がそこで直接できたりしますので、うん、よかったらいらしてください。29日のね
本番当日にね来れない人とかもね、ちょっとあのそ、ね、はい、そこに行ってもらえれば、うん、そこもですね、30ぐらいもうぐらいしかないのか、30ぐらい のパネルがありますからね、はい、あこんなね市内にこんな団体があるんだとか、こんな活動してるんだとか、自分の趣味とか、やりがいとかをねすごい見つけてもらえればね、いいなと思うんですけれども、じっくりも見れますので、うん、ぜひぜひそちらの方にもね来ていただきたいと思います。ちょっと今体験会のね話が出ましたけど、この、はい、冊子広報のね、そう1月号、うん、に入ってたと思うんですけど、やっぱり嫌じゃないですか、いきなりここのこういった団体私踊りたいけどね、知らずに入ったはいいけどいやちょっと合わなかったとか、もう思ってた活動と違ったなとかっていうのとかあるじゃないですか。でもこの体験会っていうのはね、うん、体験しますって言って体験してちょっと違うなと思ったら、あ、ごめんなさいって言えるための体験会などでね、うんうん、ぜひぜひ気軽にね、そうですね、うん、参加してほしいなと思いますし、うんうん、もうね嬉しかったのがね、年明け早々からね、そうそう、まあ、ある団体の方からね、うん、もう年明けすぐに申し込みが来ましたって言って、そうそうそう、1月中にはもう体験会に実際参加して会員になられましたっていう報告、うん、本当にそう、あ、それ知らんかった、そう、うん、もう何回かね実際参加されて楽しんでるんですよって、うん、あと20代の方も、あら、まあほらよかったね枠取って皆さんメンバーに、ね、なって、ね、そう活躍してるんですよっていう報告を受けて、すごいすごい ね、すごいね、だってね今知ってます、市民活動の問題ね、うん、みんなどんどんね仲いいのはいいんですけど、そのまま一緒にこう年取るじゃないですか、どんどん高齢化してどんどん消えていっちゃうわけですよね団体が、うんうん、そうやって寂しいですよね、だからそういった若い方をね入っていただいて、どんどんいろいろねシャッフルしながら、うん、活性化しながらずっと長くね続いていくような団体にね、うんうん、そうそう、なればすごく良くないですか ね、 ね、うん、すごいと思って、だからもういろんななんていうかな、もう門戸をね開いて、ね、でそこにぜひ怖がらずにね、若い方もね、高齢者の方もね、うん、特に男性の方飛び込んでいただきたいね、うん、ね、お父さんまだいるのとか言われませんかだってちょっと散歩行ったらとか言われませんか、ね、そういう方は、ね、そこうちだけじゃない本当にもうね今までねお家にいなかった人がうちにいてくれると、まあ嬉しい反面3食作んなきゃいけない邪魔くささねここだけの話ね、でもね多分うなずいている女性多いと思いますし、なんとなく耳の痛い男性もいるんじゃないかなと思いますけど、ぜひ見つけていただきたいなと思いますし、この体験会とかに、ね、出てるね団体さんね結構男のね、うん、人が多い団体が多いんですよ、特にそうですよね、うん、写真クラブさんとか、そうそう、うんうん、ね、パソコン支援隊とか、パソコンお仕事でされてた方が引退されてとかね、うんうん、パソコン支援隊さんなんかは、すごい上手な方しか入れないんじゃないかなって、指導側に回れないんじゃないかなっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うんうんうん、本当にダブルクリックから分からないっていう方たちも習いに来たりするのでそういうところを教えられるレベルの方も必要っていうことでした、うん、そういういろいろね、うん、他にもたくさんあるので、ぜひ今回この体験会のプログラム自体が、うん、今まで文字だけだったんですけど、写真付きになって、うん、連絡先も直接団体に問い合わせができるように変わったので、うん、ぜひぜひこれを活用して自分でね、うんうん、いろいろ見てもらってね、もしなくした人いたらね、ネットワークステーションに行ってもらえれば、はい、まだありますのでね、うん、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思います。あとね今回その展示の他に、ステージもあります、はいはい、ステージもね結構豪華メンバーで、はい、どういったステージがありますか。ウーフー太極拳で太極拳の違う模範演技とか、うんうん、あとフルートの演奏とかですね、うん、テントウムシの会って語りの会ですね、うんうん、披露があったり、これ全部言った方がいいですかね、うん、言っちゃう言っちゃう、はい、埼玉学生会さんが詩吟を披露されたり、うん、
とですね、ボランティアガイドヘルプワン&ワンさんは、立ち上がったばっかりの、視覚障害者のガイドヘルプの会なんですけれども、うん、活動紹介をされたり、あとは、埼玉家町再生会議ってあのお家のね困りごととかのについてをちょっと相談をされたりとかね、うん、受け取ったりとかしているところですね、うんうん、あとは上谷沼地域創造塾カムカム創造塾っていうところはあの、まあ、自然観察とかね、あの自然をこう守っていきましょうっていう活動をされているんですけれども、うんうん、そういうあの実際活動されている人たち の, あの、ね、生のお声を聞けるので、うん、そちらもぜひぜひ、ね、そうですね、見てほしいですね、うんうん、あのボランティアにガイドヘルプの会ワン&ワンって、はい、ね、聞き慣れないと思いますけど、何する団体だと思います皆さん、ね、はい、説明フル視覚障害者の方を、うん、こうね、歩行のなんていうんですか、補助っていうか、うんうん、あのね、いろいろお出かけしたい視覚障害者の方もね、うんうん、あのなんだけれども、なかなかこう病院とかそういうのには使える制度はあっても、あの趣味的なものに、ね、うん、使えるあの、うん、サービスがなかなかないんですよね。でそういうのを、いろんな、ね、音楽会行ったりとか、うん、映画見に行ったりとか、うん、食事に行きたいなっていうのをなんとかできないかなと思っている方たちが、うん、そういう会を今回立ち上げましたので、立ち上がったばっかりの団体なんですけれども、一生懸命ね、うん、やってるところね、これがねすんごいね、ええ話があるんですけどね、だってあのね、こちらの立ち上げた会の方の一人が、なんでそのガイドヘルプをやられたんですかって話を聞いた時にですね、うんうん、いや散歩好きだったんだよ、うんうん、ね、山登りとか散歩が好きだったんだよ、でも一人で歩くんだったら二人で歩いても一緒じゃんみたいな、うんうんうん、あのどうせ歩くんだったらそういう人のためになるんだったらいいじゃんって言って、そのガイドヘルプをね、うんうん、やられ始めたって話を聞いて、あーすごいとかって思って、ね、うん、なんかちょっとね、ね、ええ話でしょ、うん、ええ話やな、ね、そうそう、ええ話だから、そういうふうにあのちょっとしたことだから、自分が無理しないでできることが、うん、その人のためになる、でそれでまたその人の生きがいになるっていうことがね、うん、すごいいいなと思って、うんうん、なんかそういう出会いが、ね、あればいいかなって、そうですよね、本当思いますよね、うんうん、あともう一つ、うんうん、シルバー人材センターもですね、うん、今までね、あの参加されてるで、うん、実際にあの人材センターに登録されて活動されている方たちもね、うんうん、これまでに、ね、うん、何年かいらっしゃって、そうシルバー人材センターって言ってもなかなか行きにくかったりするじゃないですか。であのね、またわらびのねシルバー人材センターが分かりにくいところにあるんですよ、うんうんうん、あのっていうか西口のロータリー出て、あの右肩の大きいトイレの看板のある建物だっけ、そう、そうだよね、駅前交番の横かな、ね、そこのとこにあるんだけど、うん、またそこもなんかあのシルバー人材センターって大きく書いてるわけじゃないか、ちょっと分かりにくいかったりするんですよね、うん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 、で話聞こうかなと思ってもなんかオープンスペースじゃないので、なんかなかなかあの聞きにくいかと思いますが、ここに来ていただけるとちゃんとあの窓口じゃないですけどテーブルのところでね、うんうん、担当の人がね待っててくれるから、あのこういった手続きが必要ですよとか、こういった説明会に参加してくださいねとかね、うんうん、あの教えてくれるんでね、うん、あの入りやすいっていうか、はい、聞きやすいと思います。あのよくなんだっけ、スーパーのカートをね、うん、集めたりとか、あとなんだろう、そう植木切りに行ったりとか、あと何があるの、うんうん、あの駐輪場の、あそうだ、ね、このこれつけてね、駐輪場の整理をやってる方とか、うん、結構 ね、 あのねシルバーさんすごくあの活動してる場が多いので、うん、なんか作ったりもね、あそうそうそう、作品をお祭りで売ったりとかね、だからそういうのが好きな方とかはね、ぜひあの、うん、一度お話を聞いてみてね、うんうん、あの変な話あのお金出ますから優勝ですからね、うん、そうだ、そう優勝といえばそうなんですよ、今回ね、元気なあなたのために、はい、就業の、ね、はいはい、コーナーがあります、どうぞ、はい、就業のコーナーで、うん、今回実は、セブンイレブンジャパンさんがとお仕事の説明とかですよね、うんうん、とアプリの紹介とか、うんうん、まあ、レジ打ちとかあるのかな、
ちょっと、うん、ね、そこまでやってくれるのかな、どうかな、で実際ちょっとね、うん、まあでもいろいろななんかコーナーを考えてもらってるみたいなので、うんうん、セブンイレブンさんいらっしゃいます。あと日建学院さんで、資格取得、うん、そうそうそう、の相談とかですね、うん、資格取得を実はこれ、学校、まあ、なんですけれども、うん、無料で受けられるんですね。いろんな種類があるんですけれども、でそれ県かな国かな、うん、なんかそういう資格取得を目的とした、うんうん、国の政策、違うな、そんなでかい話じゃないけど、いや全部の資格が無料で取れるわけじゃないんですけど、やっぱりそのセカンドね、ライフに役立つような資格をですね、そうそうそう、無料で受けさせてもらえるっていうか、うんうん、なんかそういうのも制度もあるらしいんですよ。なんかこれもね、なかなかね、みんな知らないのでね、これは私たちもね、そうそう、知らなかったもんね。これはね、使わないのはもったいないっていうぐらいの、そうそうそう、うんうん、いろんな種類があって、うんうん、ね、ぜひぜひこれを知って資格取得して、うん、でその後の就職のところまで相談ができるそうなので、うんうん、ぜひぜひ利用されたらいいかと思います、うん、であとね、蕨市内のね、有償ボランティアですね、社協さんでやってるやつもそうだよね。あ、そうですね、うんうんうん、社協さんが、やっている有償ボランティア、うん、ま、それは生活の中でね、うんうん、さっきお話があったよね、うんうん、シルバーさんとかとねちょっと被る部分はあるかもしれないんですけれど、うん、もうちょっとボランティア的な感じで、うん、草取りだとか、うん、ちょっとしたお買い物だとかね、うん、お家の掃除とか、うんうん、そういうのが有償のボランティアを紹介しています、うんうん、あと似てるのもね、パルシステムさんも生き生きネットワークとして、うん、そこも生活の有償ボランティアで生活のそういうちょっとした支援を、される有償ボランティアの紹介のコーナーを持たれるそうです。要介護支援の人とかで、ね、ヘルパーさんが来ていただいてるお家もあるかと思うんですけど、うんうん、そのヘルパーさんができないところをこういったところに、ね、お願いしてやってもらうっていうのも一つの手だとは思うんですよね。だから、ね、そういうことで地域に貢献したいっていう方も多分いるかと思いますので、そういったお話を聞いていただいたりとか、うん、まあ私が代表しておりますが、風船でも託児をやってくださる、まあ、女性に限るんですけど、子育て経験のある方、ぜひぜひ、はい、託児者、うん、募集しております。であとね、この埼玉県の、うんうん、埼玉県でも、いろいろね紹介、そういう仕事につながるような紹介をしているところがあるんですけど、うん、そうそう、埼玉県セカンドキャリアセンターっていうところがあって、うん、今回はパネル展示を、うん、やってもらいます、うん、実際ねそれを見て関心があったら、うん、ぜひぜひそこに足を、ね、うん、運んでもらって。もうさ今ね60だけ、うん、定年が定年若いじゃない、うんうんうん、働きたいですよね。だってまだね、みんな元気ですよね、若いしね。そうだから働きたい人とかはなんかそういったなんかきっかけ作りとして、そういった情報がないじゃないですか、なかなかねどこ行っていいのか分かんない、うんうんうん、ね、ハローワーク行けばいいの分かんないけど、私も分かんないんだけど、まあ、いろんな、ね、方法を、ね、探してもらえれば、ね、いいかなと思いますけど、そういった情報も今回はね特別に就業コーナー初めてですよね。そうですね、うん、前々からねちょっとずつチラチラってこう話は出てたんですけど、うんうん、今回実際に形にできたのは初めてですね、うん、ね、セブンイレブンジャパンさんはね子供のためにねお菓子のつかみ取りもあるんだってね、子供たちも楽しめるようなことを考えてるので、うんうん、ぜひね来てください、うん、ね、いいと思います。で最近ねセブンイレブン行くと変なんです、やっぱり何セカンドライフでそのセブンイレブンで働いてるシニアの方見かけるんですよ。あ、多いですよね、うん、なんかこの間もってどっかの部長さんやられたような方がねなんか窓口じゃないあそこに立ってらっしゃって、あ、ね、ーってこの人はこうねこうやって世界がガラッと変わってもこうやってやってらっしゃるんだなと思って、うんうん、やっぱ心のなんか切り替えがあースイッチうまいんだななんて思って見てましたけど、ね、うんうん、すごいよね、すごいすごい、うん、で次がワークショップ、ワークショップ、うん、ワークショップはいっぱいありますね、うんうん、あるよ、うん、で全部説明した方がいいのかな、ね、うん、サラサラっといこうかな、サラサラっと、うんうん、じゃあ、展示サークルあじさいさんは、うん、展示のね、うんうん、体験だとか
実際にこうパソコン使ったりとかね、うんうん、やってます。あのポコポコってしたやつあるでしょ、よくあのね、あの歩くところも黄色いやつ、全部足の裏の展示なんですよね、あれね。違うの、うん、うんと展示じゃないな、まあ、あの展示ブロックなんだっけ、そうそう展示ブロック、うん、あとあの切符売り場とかにもね、ああそう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 、うん、今ねいろんなところにあるけれども、うん、とやっぱり必要なものなのでね、うんうん、あのみんなに展示を触って読めるわけじゃないですからね。あのあそうなの、違う、あの視覚障害の方は触って読むんですよ、うんうんうん、でもあれを触って読めるようになるのはものすごく訓練が必要で、あのよくね展示サークルアジサイの体験に来られた方が、うん、その読めるようになることを勉強するのかなってたまに思われるんですよね。じゃなくて書く方展示を打つ方を、うんうんうん、あのアジサイとしてはやられているので、うんうん、はい、そこをね、そりゃそうだよね、そうだってこう読めないで相当訓練だよね、うんうん、ね、はい、そういう体験ですね、うん、次は、わらび研究会さん、研究会さんはねもうね子供たちカモンカモンで、そう道着来て ね、うんうん、あとね体験が、ね、そう体験ができるそうです、うん、とディスコン埼玉さんって、うん、ディスコンって皆さんご存知ですかね、わかんないでしょ、ニュースポーツだから来てまず体験してみて、ね、うん、これはね面白い、うんうん、ね、誰でもできるし、あの車椅子の方とかね、うんうんうん、そういう方もこう投げたりできるので、高齢者の方も、うん、ちっちゃい子も、うん、みんなで一緒にできるスポーツです、ね、うん、あと 3B 体操、うん、3B 体操も知ってますかね、みんなこうねいろいろ道具使って、知ってる、ベルベルタ ボール、あ、言えた、それがじゃあ何なのかをあのこのブースでね、そうそう見てもらってね、で紙芝居の会、はい、うん、ケセランパサランさん、はい、あの今日もね実は打ち合わせがあったりとかしたんですけど、はいはい、メンバーですからね、そう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 、あの紙芝居持ってってみんなにやってもらったり、あと紙芝居見せたりとかしますし、あとここら辺の作るやつとかもね楽しそうでね、はい、うん、ラッピングサークルさんはラッピングのワークショップをされますし、うんうん、ホワイトラビットハウスさんはね、あの香りのカプセルを、あの、ね、ガチャガチャのカプセルを使って、うん、あの遊べるものを作るそうです、うんうん、あとはクルドを知る会さんは、クルドの子どもたちにね、うん、学習支援をされてるんですけれども、うん、そこの体験ですね、うん、とモバイル屋台コミュニティナースは血圧測ったりするかな、何するかな、まあね、今コミュニティナースってねちょっとずつちょっとずつ知られてきてますけど、辻ちゃんとお話をしたい方ぜひどうぞ、うん、いろいろ健康相談、ね、うん、ですね、お茶、お茶を販売したりとかね、そうですね、じゃあそのまま販売の方もいっちゃいますか、販売、うん、はい、じゃあ、チャングアジアの子ども財団さんは、うん、東南アジアの雑貨の販売、うんうん、手作りされてるものを雑貨販売されます、うん、とワールドサポートプロジェクトさんはとラオスの、ね、支援をされているんですけれども、うん、そちらの方のコーヒーとかね、あとチョコレートなどの販売をされます、うん、とヒールアップハウスさんは、ベーゴマクッキー、川口の方でね、可愛かった、ね、あれベーゴマの形してるんですよ、ね、クッキーが、ね、あとね、あとカラフルな綿あめを、そう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 、違うのよ、コットンキャンディーっていうのよ、あ、綿あめって言わないのか、コットンキャンディーっていうのよごめんごめんこんなね入れ物に入ってるんで、うんうんうん、すっごい可愛いね、お土産とかにもいい感じ で団子販売とかね、うん、あと、私の団体なんですけどポッカポカでは、フードバンクを、受け付けるの、フードバンクってねだから気になれないから何って私よく聞かれるからちょっと言った方がいいかもしれない、まあ、子ども食堂とかね、まあ、今貧困問題とかありますけれども、まあ、そこだけに限らず、うん、世の中でやっぱりお家に食べ物あったけれども、うんうん、食べきれなくて捨てちゃうのもったいないよねとか、うん、そういうものをどこかで活用してもらおうっていうようなのがフードバンクで、うんうん、お家にある賞味期限、まあね、最低1ヶ月ぐらいはちょっとあるものを持ち寄って、うんうん、じゃあ必要とされているところにそれをじゃあ渡しますよっていう活動のことをフードバンクっていうんですけれども、それの受付をポッカポカのコーナーで行います。
だからね、乾麺とかがすごい増えちゃうんだよね、うん、あそうそうそうだから一時ね、そうめんばっかりになってるとかがあるとかね、うん、言ってたよね。でもね、夏にね、夏とかいろいろ、うんうん、お料理上手がね、みんなね、うん、いろんな料理に変化させて作ってくれますので、うん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 、ね、そうめんクロワッサンとかできるの知ってる？へー、なになになに。なんかそうめん茹でたやつをこうやってくるくるくるって巻いてバター塗って焼いたらクロワッサンみたいにパリパリってなる。へー、やってみようかな、うん、ググってください、うん、あ、了解しました。ググ、そこからなのね。そう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 、もちろん。ヤスコアイディアじゃなくてね、ググるググる、何でもわからないことはググってくださいね、はいはい、あとね、売らないけれどドロンコの王様は、うんうん、外の2月29日、ね、超寒い中、うん、外で火遊びしてますので、うん、ぜひ来てください。外にもね、子供たち遊べるコーナーになってるので来てくださいね、うん、はい、そうなんですよ。だからね、うん、今回はちっちゃい子からね、大きい大人まで楽しめるような内容になってるので、遊ぶ場とかもね、それドロンコの王様さんが外で遊ぶような場を作ってくれたりとか、そういったね、子どもたちがちょっと手先を使って遊べるような、遊べる作れるようなワークショップがあったりとかするので、結構ね遊べると思うんですよ。で今回ほら、障害学習推進事業とね、わらびブランドの認定式もあるので、まあお付き合い上ちょっとご紹介してみましょうかね。お付き合い上、はい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 、こっち、はい、こんな感じです。はい、わらびブランドって知ってます皆さん？去年がガラスの、うん、ごめん名前が出てこない、あ、サンドブラスト、そう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 、サンドブラストさんとか、うん、あとどこだっけ、オートクチュールカーマーさんとか、うん、もうあれあれそれそれどれどれになるやばいね。そうそう、そういう感じでですね、認定ブランドがいくつかあるんですけれども、今年新たに、5ブランド増えたの認定式をやります。でこれのね、販売とかもやってます。目玉はですね、なんといっても株式会社マイクロエースの認定品 C11304 わらび保存車、イエーイマニアにはたまらないらしいですけど、15,000〜16,000だったかな、結構するんだよね、うん、それを限定で売るそうです。であとは223 の, 双子織のトラックジャケットとか、双子織の日傘とかね、いろんなそこでしか買えないもの、あと、うん、わらびのわらび餅、うん、これはですね、結構売り切れが多いそうですが、ここでも販売しますし、実はガラポン の, 何景品でも出しますのでね、ぜひぜひ。あ、そうよ、皆さんこの2月に入ってた候補のチラシ、チラシとか貯めとくところに入れっぱなしの人は出してきてくださいここ抽選券がついてるの見て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 、抽選券、これこれこれ、これを持ってきてくれるとガラガラポンが1回できて豪華商品当たります。さあ豪華商品言うぞ。わらび書き順タオル、またかわらび書き順 T シャツ、またか、言わないであとね、わらびーくんとかわらぶーくんのぬいぐるみとかね、あとさっきの、うん、双子織の夢工房さんが今回ね、出展者っていうか、パネル展示もしてくれるんだけど、お願いをして商品くださいって可愛く言ったらね、くれました。可愛いから誰だすごいやだな、カメラの前でみんなブブって苦笑いしてるのが見えますね。で、あとその他ね、いろんな缶ドロップとか、ね、販売してくるお店の方たちからもね、うん、いろいろもらってですね、1,500〜1,600の商品をご用意して、もちろん1,500〜1,600のうち の1000ぐらいはティッシュです言っちゃうの？まあそれ、まあ冗談としても、まあまあね、いろんなの商品がありますのでね、ぜひぜひ、あ、捨てちゃったかもっていう人は早く早く、ね、これ新聞の捨てるところから探し出して持ってきて、広報のね、ところに挟んでるので ね、持ってきてほしいなと思います、うん、で今回のもう一つ の目玉となります模擬店の紹介をしたいと思います。はい、はい、それでですね、その模擬店の紹介にですね、もう一人ゲストを呼んでおります。北町にあるお蕎麦屋さんですね。やぶすなの若おかみ若おかみ保坂さんです。お蕎麦屋生さんです。大変ながらこの若くないです。失礼します。そうそう、さっき同じ年って聞いた。
そうそうそう、はい、今回ですね、はい、今まではこういったね、イベントっていうと、あの婦人会の方とかそういった、こういった市民活動団体の方が模擬店を出していただいたんですけど、だんだんやっぱそういう活動されてるところも減ってきて、でもやっぱりね、イベントに食がなきゃっていうところで今回、お願いをしてね、心よく、うん、美味しそうなんですよ ね、うん、ちょっと密かにこう、もう宣伝した方がいい、本当宣伝した方がいい、ね、でそうなんです、で、団体名をまず、はい、紹介させていただきたいと思いますけど、はい、言い方緊張する、わらビーツさん、合ってる？合ってます。あ、よかった。私はね、わらビーツ、わらビーツって言ってたの。あのね、イーツっていうのがわらびが漢字で、イートが英語なんですよ。 EAT 点の S ね、うん、でわらビーツって言ってたら、わらビーツなんて、あれ、わらビーツです。そう、わらビーツ。そうそう。もうね、そう、それで、緊張してんです。そうそうそう、間違っちゃいけないから、わらビーツさんなんです。わらビーツさんは、はい、どういったいきさつで、組んで、今何団体ぐらいいらっしゃるんですか？何屋号か。今、5屋号、うん、紹介紹介います。はい、ですね、去年の4月にちょっと立ち上げた組合でして、うんうん、わらビーツって、うんうん、わらビーツってすごくこう皆さんに呼ばれやすい名前なんですけど、うん、実は正式名称が、うん、わらび飲食食品業種組合っていう、すっごいすっごいお堅い名前なんですよ、うんうん、へ、川口の保健所の中にある衛生、うん、食品衛生協会さんの方に認可をいただきまして、うん、正式に、飲食の組合として認めてもらってる、あの、ちょっと新参者ですけど、由緒正しい、すごい、あ、ちゃんとした組合なんだそうなんです、すごい。で、わらびーつっていう名前をつけたのは、うん、ちょっとわらび飲食食品業種組合だと硬いね、硬いっていうことで、で、メンバーの中でちょっと相談しまして、でわらびーつっていう通称名を、なるほど、シャレオツじゃないですか、ね、おしゃれだよね。初め私たちこう おじさんとかおばさんだと、わらびなんとかクラブとかって、あけど、クラブ漢字にしたとかね、そうなんです。でわらびもって、うん、わらび、わらび神社のわらとか、笑うとか、うんうんうん、そしたらちょうどメンバーの中にバーライズさんいらっしゃいまして、うん、バーライズさんの若い子が、うん、参加してくれて、わらビーツっていういい名前つけてくださった、うん、やっぱり若い子のね、感性ね、本当若いって素晴らしい、はい、今、5店舗、うん、所属してまして、うん、まずうちやぶすな、うどんそばやぶすな、うん、あとバーライズさん、うん、部銀通りにあるタープさん、うん、それと末広さん、うん、それと、ジンジャーファクトリーさん、うん、この5店舗で、うん、わらビーツとして今活動してます。ねえ、はい、実はあの全部回りましたありがとうございます、ね、そうそうそう、タップさんも実はチラシだけ置いてくださいって言って行っちゃったんですけど、ね、それぞれ個性も、うん、なんか違う感じで、まあはい、末広さんはね、お蕎麦屋さんだからなんか被ってるけど、それでもなんか競合できるってすごい素敵ですよね。そうですね。でわらびーつ自体を、うん、なるべく同じ飲食食品でも同じ業種に被らせないようにしてあるんですよ。でなぜかというと、やっぱりこう地域活性のためにいろんなイベントをやったりとか、うん、地域のお祭りのお手伝いをしたりとか、うんうん、そういうのにこう参加していきたいので、うん、わらビーツを呼べば、うん、いろんなことができるぞっていうので、うんうん、一つの例えばうちだったらそばとか、うんうんうん、うどんだとか、うんうん、そういうのにもくくらずに、うん、いろんな、うんうん、いろんな、なんていうのかな、食べ物を扱っているところを、うん、集めました。なんかすごくわらびを盛り上げたいっていう思いでされてたので、うんうん、ね、
いろんなイベントでうちの団体が出てる時にたまたまそう飲食の方で結構ね会場で見かけることが多くって、うん、ちょっとお声かけしたら、そうわらびのためにねいろいろやりたいんですっておっしゃったのがすごく印象的で、ええ話でしょ、ほんまに。それだったらもう見本市にね、見本市にぜひ呼びたいっていうお話をして、今回わらびさんに声をかけて、あ、なるほど、それが実現できた。そうやっぱりね、わらびをさ盛り上げたいって気持ちがさ大事だよね。本当、ね、どんだけ動いてるっちゅうねみたいな。でも、ね、やっぱりその食はねでも大事ですよ。そうですよね。でお祭りね、金魚すくいヨーヨー、うんうんうん、ね、大好きなんですけど、うん、やっぱり食べ物が、うん、ね、あるとね、あるとないとじゃ違うじゃないですか。全然違う。そう、今のね悩みね、うん、何を当日、うん、いつのタイミングでどれを食べていこうって、そうそう、ね、いろんなの全部出てるの食べたいなっていうのが今職員の中ではね。そう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 、おみやも OK です。ありますか？ありますか？おみやもできる、おみやもできる。大丈夫です。そうなの、ね、そう、これはですね、そば屋の餅の磯部焼きって書いてて、そば、はい、屋の餅ってつけたのはなんで？これはね、いや、蕎麦屋の餅のっていうか、これね、こだわり、これなんですけどね、当日300円で販売させていただくんですが、うん、ここについてるこのタレ、お醤油のタレ、うんうん、蕎麦屋に返しっていうものがあるんですけど、うんうんうん、返しとは何ぞやというと、うん、おつゆの元なんです、うん、おつゆの元になっているお醤油なんですけど、うんうんうん、それうどん屋さん、蕎麦屋さん全部それぞれお店によって味が違うんですが、うん、その返しがつけて焼いてあるんです。美味しそう。なるほどね。だから蕎麦屋の餅なんだ、はい、なんです。これ、去年の宿場祭りで、うん、お餅、うん、このキーダブルに入ったワンケースも完売しました。へ、はい、なのでお早めに、ね、あ、そうなんです。家で焼くのとは違うんだ ね、そういうじゃないんだもん ね、すごい。そうですね。でもこの肉汁ぶっかけうどんはもうね、はい、もうおなじみで本当に肉がたっぷり入ってすごい美味しそう、はい、うん、これは、これも武州肉汁うどんってつけ麺があるんですけど、うんうんうん、でそれのぶっかけあったかいバージョンですね、うん、これお肉がなんでブシュってついてるかっていうと、うん、川越の小江戸豚ブランド豚を使ってます。惜しみなく使ってます。そうなんだ。でこれね、外国産の豚だと甘みが出ないんですけど、国産の豚を使うとより良い甘みが出て、しかも埼玉さんでね、そうなんです、産地消だね、豚もね、体温まりそうですよね。これめっちゃ美味しいです。これも持って帰れるの？汁も、あ、はい、お持ち帰りできます。すごい、ちょっと買いに来るだけでも良くないですか？でも、ねね、伸びるから早く食べて。そうか、もうね、本当ね、2月29日極寒じゃなきゃいいなと思いますけど、ね、寒い中外でね、行ってらっしゃるので、はい、温まりにね来るのにもねいいかもしれないですね、あとね、他のところもね聞いたんですよ、はい、十和田バラ焼きドッグ、多分これ十和田っていうのは青森出身なんですよね、バーライズの田沢さんが青森出身です。そうですよね、うん、だからなんか十和田ってついてるのかなと思って、ね、これもすごい気になるし、ね、フルーツコッペっていうのは生クリームたっぷりなんですよ、あんまみたいな。でもあれね、子供たち見たら絶対食べたがるよ ね、もう美味しそう、本当美味しそう。あとね、これももんじゃコロッケ、あとね、もんじゃコロッケって名前だけね聞いてたらね、中身がもんじゃだと思ってたの、ええ、したらね、これになんかソースとかあれかかって本当にもんじゃみたいになってくるんだね。実は私知らなかったんです。あ、本当？新商品なのでまだ見てないんですね。でもさ、並んでるからなんかちょうだいとかって食べれそうなんかよくね、お互いに、それちょっと味見させてみたいな、楽しそうじゃない、外もね、私いっぱいこう覗きに行こう。ぜひぜひ、ね、いらしてください、うんうん、そう、あとジンジャーさんもね、もう安定の美味しさのジンジャーエールとか、はい、ジンジャーホットドリンクとかもね、はい、ご用意して、うん、寒いところ外でね本当やっていただいてね、申し訳ないんですけど、温まるものがたくさんご用意されているので、はい、ぜひぜひ、そちらの模擬店だけでも、はい、中もちょっとチロッと見てほしいけど、いいのでぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。で、はい、せっかくだから今後の活動はどうなってるか教えてください。今後の活動はですね、うん、まあ、今いろんなところからお声をかけていただきまして、ありがたいことに、今度塚越の朝一、朝ごはんを食べようって、うんうんうん、それに出店させていただきます、うん、
であとそうですね、いろいろとちょっと今計画があって、うんうん、いろんなところでちょっとイベントをしようかというお話が出てるんですけど、うんうん、それに向けて今動いてますんで、うん、また分かり次第、うん、かり次第それから何、ね、Facebook とか、はい、ホームページとかホームページございます。あ、そうなんですね、はい、ホームページはなんて調べる、わらビーツで調べる、わらビーツで、はい、あ、そうなん、じゃあぜひわらビーツで、はい、あの調べていただいて、あの調べていただくと、うんうん、なんか今後ね、なんかいろんなイベントがね、そうですね、すごいですね、楽しみ、すごい、うん、そうですね、そう、あの朝マルシェはね、私もちょっと関わってるんですけど、朝マルシェ塚越朝ごはんでもね、あの出ていただけるということで、はい、すごい楽しみにしてます、はい、はい、というわけで、もう食べ物あり、ゆるキャラ5体勢ぞろいで、あと就業支援ブースもあって、何、あの展示か、展示のが60以上、ステージもあって販売もあって、もうほんとね、いろんなこと、お祭りのようなだけど、あなたの趣味とか出会いの場ね、趣味とかに会える、うん、あと人と出会える場になってますので、ぜひぜひあのご家族で来ていただいてもいいですし、あのお孫ちゃんの手を引いて聞いていただいてもね、お孫ちゃんがね、あの多分そのやだって飽きることが多分ないと思うので、うん、ぜひあの遊びに来ていただけたらいいと思います。私たち3人娘がおります待ってますので、ぜひ遊びに来てください。じゃあみんなで遊びに来てね、バイバイ、待ってます、今日は見本市一色でしたが、ママたちが参加できるものもご紹介しますね。風船の LINE 公式に登録された方には先行でお知らせいたしました。2月25日にわらび住宅公園の積水ハウスのモデルルームで赤ちゃん写真撮影会が開催予定です。お代理様、お雛様になって写真撮りませんか。一組20分ですので、お友達と一緒に申し込むと2組だと40分、3組だと1時間という設定になるので、ゆっくり撮影できますよ。子育て広場ではなかなか上手に撮れなかった、もう一回撮りたいっていう人とか、その日は都合が合わなくて撮れなかったっていう人とかが、ぜひ参加していただけるといいと思います。今しか撮れない可愛い写真撮ってみませんか。また同じ場所で3月13日金曜日にはマネーセミナーを開催。無料でランチ付きのお得なセミナーです。ランチは北町にあるテレカフェさんのベジランチをつけますよ。体に優しいね、ベジランチなので、ぜひぜひそちらの方も楽しみに来てくださいね。こちら2つともお申し込みは風船のホームページ、 Facebook でご確認ください。LINE 公式からのお申し込みになりますので、皆さん LINE 公式の、登録をよろしくお願いいたします。で、3月の子育て広場は子どもの足に合った靴の選び方を伝授いたします。北町のママのおしゃべりサロン、中央子育てピオちゃん、東公民館まんま広場、お話わらびん、そちらの方で、イフミさんの靴を、ね、使って、どういう風に靴を履かせればいいかとか、どれぐらい の頻度で、ね、靴を買い替えたらいいかとか、そういったお話をしたいと思います。もちろんいつも通りママのおしゃべり会もしますので、気楽に遊びに来てくださいね。お待ちしております。はい、今日もね、賑やかにお送りいたしました、ボランティア見本市、ボランティア市民活動見本市特集でしたけれども、ぜひぜひ2月29日はわらび市民会館、わらび中央公民館でやっておりますので、ぜひ遊びに来てくださいね。また次はですね、いろんな方をお招きして皆さんにご紹介していきたいと思います。子育て広場の方とかもね、遊びに来てくださいね。また一日みんな元気に頑張っていきましょうね。それではまたね、バイバーイ。